市民の皆さん、市長の角田雄貴です。皆さんはシトラスリボンをご存知でしょうか。ここにあるこの緑色のリボンです。シトラスリボンプロジェクトとは、新型コロナウイルスに感染された方々や医療従事者の方々への差別や偏見に対して反対する意思表示を行うためのこのリボンなんです。皆さんでこの医療従事者や感染された方々が地域に戻ってきた際に、ただいま、お帰りと言える関係を作っている。これがこのシトラスリボンプロジェクトです。私もここにいただいたシトラスリボンをつけて普段執務に当たっております。高岡市ではこのシトラスリボンプロジェクトに賛同をし、今日から市の職員がこのリボンをつけて仕事に当たっております。市民の皆さん、どうかこの医療従事者、そして感染された方々に対し、温かい心で地域で迎えてください。そのことがこのコロナに打ち勝っていく上で大変重要なことであると私は思っております。シトラスリボンプロジェクト、どうか皆様の方のご賛同を心からお願いをいたします。